はい、ということで皆さんこんにちは、ただいま伊丹空港に到着いたしました。今回ですね、徳之島から、伊丹空港に向かってポケットボランティア、ポケボラをやったんですけど、まあ、ポケボラっていうのは、まあ、徳之島で、こう迷い犬になった犬、飼い主がいなくなった犬とか、保護された保健所に、ね、保護された犬たちを、大阪の、そういうワンちゃんの保護団体さんに、届けるっていうちょっと大変そうなあのイメージあるんですけど、もう何のこっちゃない、すごい簡単で、っていうのは僕らがやることといったら、まあ、空港にいつも通り向かって、でそこで、ペット同伴ですよっていう手続きのサインをするだけです。まあ、そこにはもうボランティアの方があのワンちゃんケースに入れて連れてきてるんで、もうサインするだけで、あとは普通に、空港に、伊丹空港に向かうだけなんです。すごい簡単です。で、空港に着いたら、まあ、もちろんあの手荷物受け取って、こういうね手荷物こういうこっちに来て、で、いつも通り荷物を受け取って、そしたらあのペットもあの連れてきてくれるんで、さっき言ったそのポケットボランティアのワンちゃんたちを受け取り、出口にはその大阪のボランティア団体さんが待ってくれてるんで、そのままお渡しするだけっていう、もう非常に簡単なボランティアでございます。だからもうすごい、まあ、ワンちゃんたちにとっても多分その方が幸せになる確率は高いし、僕らも本当にサインするだけで、何のなんていうの負担もないし、すごくなんかこうワンちゃんにとっても幸せかもしれ、幸せになる可能性もあるし、僕らもねこう何かこう僕でもこう協力できることがあるんだなっていう、そういうねなんか実感にもなるし、めちゃくちゃこう心的にもいいし、ウィンウィンな関係だと思うんで、ぜひぜひやってできる方はまあ、SNS とかでもお待ちしてますんで、 DM などいただけたら紹介はできると思います。今のところ徳之島から、大阪っていう感じかな、うん。でまあ、僕も昔やっぱり犬飼ってて、で高校生の時に、まあ、同い年の犬だったんで、高校生ぐらいの時に亡くなっちゃって、まあ、すごく辛くて悲しかったりとかして、なんか命の大切さとか一緒にいる幸せさとかをすごく教えてくれて、すごくねなんか今でも心残ってるんですけど、まあね、今猫飼ってて、で室内でね飼ってるので、なんか一緒にこう生活共にしてるっていうのがより強くて、まあ、家族ですよ本当に。で一緒に寝たりとかさ、ご飯も食べたりとかするし、なんかまた人間とは違う形で愛情をくれるから、なんか考えるだけですごい頑張れたりするし、実際こうモフモフって触るだけでもなんだろうね、なんか嬉しくなってくるし、癒されるし、息抜きにもなるし、また頑張らないとなって思えるし、もう本当になんかねめちゃくちゃ家族同然なんで、やっぱりそういう風な思いを、できるようにできるような環境が、少しでもね多くの家族に訪れたら、その飼われたペットたちも幸せだし、その家族もきっと幸せなんで、まあ、このポケボラを通してですね、そのワンちゃんたちも幸せになってほしいし、その出迎えたくれた家族たちも、なんかこう新しい、なんだろうね、生活とともに、幸せになってくれたらなと思っております。そんな感じで伊丹空港に来ました。ということで今からライブ、行って、ライブ 3days ありますので、やっていきたいと思います。ではでは。